ここに芝を植えたけど、ここでみんなしょんべんするもんやけん、枯れてしまうよな。これを撤去しようかな。せっかくしたにの、お前なんかもう、どうやってわからんね、お前なんかもう。どうじ。これ、プランプラン虫じろか、これ。あれ、はい、これが猫のキャットタワーちゃんか。のすげえやの、ほんと。保護猫にしては贅沢なもんやの、ここは、ほんと。屋上まであって、非常階段まであって、キャットタワーがあって、この下にもある。これ見よう。これ、贅沢なもんや。あくまでも保護猫やけどな。保護猫やけんちゅうて、ただ飯食うて寝りゃいいちゅうもんじゃねえけど、その間はやっぱな、楽しまんとの。はあ、いいのお前なんかはなんかしゃんけど。食っちゃねえ食っちゃねえでから。同時。同時イエローこれ。これ。プランプランプラン。あらら。のびちゃん。どうよ。のびちゃんと福ちゃんはよう似ちょんな。毛の色と。毛が柔らかいよ、直して。はい、福ちゃんでーす。福ちゃん。福ちゃん。落ちるよ、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 あんた。もうちょっと真ん中に座らんと落ちるよ。落ちる、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 落ちる。ちょびちゃんとのびちゃんがもうだいぶ仲良くなったな。ちょびちゃん、全然ちょびじゃないけど、福ちゃん、しばちゃん、みんな来たぞ。地上階段を全部柵を作ってここまで遊び場所を広げた。結構広いよこれの。ドロ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 。これでも今のびちゃんが脱走しちゃった。あれのびちゃん、お前どっから出ていったんか。ほんと知らん顔やな、ほんとに。どっから出ていっちゃうのかな、わからんな。可能性があるのはこっから。結構危ねえな。あとはこっちら辺が危なそうなとこは全部サポートしてないけど、わからんな。どっから降りちゃうか。どっから降りるのかの。これのびちゃんが降りっきりやけんの。
道場も降りきるな、道場も出ちゃったんやな。みんなはできらんけど、この2匹はできる。道場はどこ行ったのかな。ちょびちゃん、ちょびちゃんじゃねえわ、のびちゃん、あんたどっから出たんかい。ここに全然無視。同時、あんたもどっから出たんかい。え、無視。しばちゃん、最近しばちゃんがえらいなんか知らんけど、こう人懐っこいっていうかの、どけしたんやろか、心境の変化。はい、無理。はい、ちょびちゃん、ちょびちゃん、ちょびちゃんは全然出らんの。もうちょっと太っちゃうけんの、ちょっとどんくせんかな。ちょびちゃん、はい、福ちゃんです。はい、福ちゃんですよ、福ちゃんですよ。福ちゃんがもうほんと慣れた。福ちゃんが抱っこされると思わんかったけどな、今福ちゃんが一番甘えん坊になっちゃうかな。のの一番なんかみんなから可愛がられちゃうな。末っ子の、次女というか末っ子やもんな、基本的には一番ちっちゃいもんのな。わがまま娘になるわこれ、間違いなく。ほんと自閉症のね症状があったけど、みんなのおかげでからもうちゃんと日常生活を送れるようになった。ほんとこの長尻尾はこんなことできんかったよな。今野良猫になったけど、長尻尾はもうほんと抱っこもなかなかできんかったけど、同じメスでも福ちゃんは抱っこができるようになったの。のーん、あちの、はい、福ちゃんです。もう一回読みようか。もらい手がおらんやろの。もうこからこう、あそこに降りるけんな。来ました。こんな感じやな。ここで止めるようにした。いいね、止めやかろ。はい、こんな感じで仕上げた。これならこの中でしょんべんできんやろ。これお前なんかがまあここでしょんべんするけんやわ。福ちゃん。